こんにちは皆さん。私は元山口組顧問弁護士で YouTuber の山内幸男です。今日は山口組悲劇の組長山博こと山本博組長のお話です。山博組長は実は人生で2回非常に最高位の座布団に片足を乗っけていながら座布団を外されるという経験をした方なんですね。1回目は昭和46年、梶原清春という当時若い者頭が硫黄島での磯釣りで水難事故に遭いました。磯から転落して死亡したんですね。そして急遽山口組の若い者頭を選ばなきゃいかんというような事態が起こるんですけども、その時の若い者頭補佐は山本博、山本健一、小田秀臣、姿に正雄、もうね、そうそうたる有名を呼ぶんですが、それともう一人小田義和という6人が若頭補佐だったんですけども、この人たちの協議で我々で御選して、そして選ばれた人間が頭になることで行こうじゃないかということで合意しました。そして田岡親分にも了承を得て、いわば選挙をやったんですね。そしたら山県が2票、本人の1票とあと1票だけだったんですね。ですから山県さんの気持ちと結果がえらい違ったんですね。ほんで山博さんが4票で山博に決まったんですね。そしたら山県がすんなりそれをみんなで決めたことを飲みゃいいのに飲まなかったんですよ。田岡さんに直訴しに行ったんですよ。その内容が親分わし頭補佐下ろさせてもらいますということを言いに行ったんですね。ほな田岡さんなんでやって言いますわね。そしたらわし山博とは合わしまへん、わしがおったら山博も頭になってもやりにくいやろうと思うんで下ろさせてもらいますと、こう言ったんですね。田岡さん即答せずにですね、ちょっとしばらく考えるということで返したんですが、田岡さんの出した結論は組子姉さんを使って山博に、せっかくやけど頭辞退してくれと言いに行かせたんですよ。そして文子姉さんは山博に会って悪いけど頭辞退してくれへんかって言って、山博一旦ふんと言うんですけども、やっぱり腑に落ちなくて納得しなくて田岡親分にクレームつけるんですね。なんでですかって言って田岡親分答えずに今度は姿にやらしたんですね。姿にを使って、頭を下ろさせてくれと言って姿に生かした。姿には結局説得してしまったんですよね。すごい力ありましたんでね。そういうな兄弟言うて、今はもう山県に花持たしとけ。もう歌詞を作っといたら、我々の発言力も増すから、ここは俺の顔立ててもう降りといてくれ、言ってね、飲ましてしまったんですよ。この時に山本博士は頭の座に一旦乗ったにもかかわらず、降ろされてしまったんですね。そしたら今度小田義和というもう一人の補佐がこんなインチキな不正なことをやるやったらわしはもう頭補佐やめるわって言って降りておったんです。誰も言いしないんですね。そしたら山本家にちゃっかりと竹中正久を頭補佐の補充で入れたんですよ。竹中正久言うたらね、山本家にしては二人して地道行きを暗殺しようと計画した中ですよ。しかも博多事件ではね、山県が責任者になって竹中はもう組ぐるみで兵隊出したという親しい中の暴力派ですわ。それをちゃっかり入れたということがありましたね。なぜ田岡親分はみんなの決定をですね無視してまでこの山県を生かしたかですよね、問題ね。山県さんが
直参になったのは昭和32年ですが、それからまあ田岡さんのそばにガードとしてついたりしているんですけども、あの山県さんはやっぱりね、田岡さんに対する忠誠心がもう質が違うぐらい違うんですよ。田岡さんそれもよく分かっての、自分が徹夜麻雀しても隣の部屋でもうまんじりともせず一睡もせずにじっと朝まで待機しているような男なんですね。で誰かと会う時も本当に抜かりなく周りをこうずっと目配せ気配せして、もし親分何かあったらいかんという、そういう気持ちが溢れてるんですね。そしてまた田岡さんが何か命令すれば平気で人でも殺すような、そういうふうな気持ちが伝わってくる人なんですよ。同じにつける若い人の中でもね、山県さんは完全にもう質が違ったんですね。ですから田岡さんにとったらものすごく大事な男だったんです。しかも山県さんそれまでの実績といえば鶴田浩二襲撃事件で先頭に立って暴行を振るってましたね。それから谷崎組との抗争においても山県さん相手の頭に2発銃弾を撃ち込んでますね。それから博多事件で の指揮を取っておるということ、それから広島代理戦争仁義なき戦いですね、あれにおける山県の活躍なども総合的に考慮して、山広にまあ遠慮させたということがあったんですね。それが1回目。2回目は今度はその問題の山県さんが死んだ時、57年に、死ぬんですが、田岡の親分がその前年度56年に亡くなっておって、その後を追うように山県の親分が57年に亡くなります。そうすると山広が筆頭若頭補佐に上がってきたわけですね。もう誰の目にも明らかなトップの若い衆ということで、文子姉さんも最初山広さんに山県の代わりの頭になってくれるかって言ってるんですよね。ところが山広さんはいや頭よりわし組長代行にならしてもらいますと山広さんの方から文子姉さんに言ってるんですね。もう組長代行になればちょっと地ならしすれば代行という文字だけ外せばそのまま組長になりますんで、そういう読みがあって組長代行にならしてもらいますと言ってるんですよ。で文子姉さんも当然、承諾して、最初のうちは山城が、まあ、次の代を取る4代目になるというつもりでいるんですね。文子姉さんもある時ですから、竹中にもし山城が4代目になったら協力したってなっていうことを言ってる場面がある。竹中の方も山城が組に功績のあった若い衆に対して、きっちり責任取るようなことをするならば、いやそれはまあわしも協力させてもらうというような答えている時期あるんですよね。山城さんがまあ組長代行というポストについて、まあ、頭はまあ竹中で行くということで、竹中さんに姉さんが要請したんですけど、ちょっと最初ごたごたありまして、竹中の頭に反対するような意見があったりしてですね、竹中がむっと膨れて、わしゃ頭なんかならんと言って拗ねた場面もあったんですけど、結局姉さんの説得で竹中若頭、要するに山広代行竹中若頭で、山広としたらまあしばらくウォーミングアップをして代行というポストで後の根回しをしてですね、そのまま4代目横滑りのつもりでいたわけです。で射程会にいろいろ測って、4代目に、推薦してほしいということを運動しまして、そこそこまあ賛同を得られるんじゃないかと自分なりに思った時、それが57年の9月5日の定例会、直系組長会、をチャンス機会としてですね、組長に立候補するんですよ。突然ですね、山竹中派から見たらもう突然の山広立候補宣言をやるんですね。
まあ、あの射程会の推薦を受けたんで、私がまあ4代目になりたいと思うが思いますけれども、皆さんで、その、あの意見を聞かせてほしいということを9月5日いきなり言い出すんですね。司会はまあ小田秀さんがやっとったんですけども、これでその日の定例会は大騒ぎになります。頭竹中正久が留守の間に勝手なことしていいんかという意見が出るわけですね。匠はあの細田や要するに竹中派の人間おりますからね、ちょうどその時、竹中正久は所得税法違反でパクられておったんですね。シャバにいなかったんです。その感激を塗ったのかどうかは分かりませんが、要するに機は熟したとして組長代行の代行を取ろうとして立候補したんですね。ところがちょっと大騒ぎになってしまって、ちょっと収拾がつかなかったもんですから、小田秀の親分が今日はまあとにかくちょっと決は取れないんで、臨時直系組長会を来たる15日にもう一度延期して開きますんで、今日のところはこれで一旦お開きにしますって、そこは終わったんですよ。さてそこでこの反対派は文子姉さんに、結局直訴して止めてもらうよう頼んだ。それと同時に怪文書を書いて直さんに配ったというようなことがあるんですけども、文子姉さんもあの竹中がいない間に勝手に4代目を決めることだけは許さん、ここまではあのコンセンサスがあったわけですね。ですからまあ文子姉さんが山広に言ってるわけですね。あのそういう焦ったことをしてはいけないと。それで問題の9月15日が来た時に、山広さんは、まあ、あの4代目に達したいと立候補したけども、無期限で延期しますと自分の口から言ったんですね。ここに人生で2回目本当に座りかかっていた最高位の座布団を返上してしまうわけですね。2回にわたって頭の座布団、棟梁の座布団、2回とも文子姉さんの注文で降りたわけですね。その、まあ、結果がどうなっていったかなんですけども、しばらく、膠着状態になって、その間に竹中派は文子姉さんをもう洗脳しまくって、そして文子姉さんの頭の中を完全に4代目竹中にというふうに作ってしまったわけですね。で再び政局が動いたのは59年でした。この年は文子姉さんが、まあ、あの怪我をして入院したり、していた年なんですけども、その時に政局が動きます。これはあの田岡家の長男が兵庫県警、から検挙されるというような事情がありまして、もう早く、田岡家は山口組と手を切らない限り兵庫県警に、検挙されるというような緊急事態があったんで、文子姉さんが結局において非常に焦って仕上げにかかってしまいます。その年の6月5日定例会において文子姉さんは竹中正久を4代目山口組組長に推挙いたします。ここに、新統領が決まったわけですね。それで、山広はそういうものは認められないと言って、同じ日に松見会というところで、記者会見を開いて、反対を表明しております。山本博さんは2回にもわたってそういう苦渋をなめ、結局山口組からが出ていかざるを得ないという人生の展開になってしまっておりますね。これもあの山広さんっていうのはあさってのひろちゃんとも言うんですけどね。で文子姉さんあのインタビューに答えて今でも YouTube で見れるんでね、どんなこと言ってるかちょっと言いますね。あの竹中はこの道に適した人間、けじめの取れる男、するときはする、止めるときは止める、優柔不断にこないしたらどうなる、
案内したらどうなると言うてるうちに物事が大きになるからね。何事が起きてもけじめをつけられる男が竹中です。お父ちゃんはそれを持って竹中にしたんです、こう言うてるですね。この優柔不断でけじめつけられないっていうのは、あの山城さんのことを言うんですよ。で、私も匠さんとか岸本さんからこの山城さんのことをいろいろ聞いてるんですよ。もう絶対反対だった、匠さんがね、特にね、あの山城絶対反対だったわけなんですけれども、その理由は、あの一つには姿に問題でけじめをつけられなかった。田岡親分が山城に対して姿にを絶縁しているにもかかわらず、大門を外しているにもかかわらず、ヤクザをやめなかったんでね、あれが田岡さんの喉の骨に引っかかった、あの、みんなのいる前で山城に向かって山城お前が解決せえって言った場面があるんですよね。その時に山城さんがわしには荷が重すぎてできまへんと答えているんですね。これはあの岸本さんも言ってましたけど、みんなの前で山城をテストしたんやと言ってましたね。山城にそれだけの心構えがあるかどうか。解決せえってどういう意味かというと、姿にを解散させるか、それでも言うことを聞かなければ暗殺するか、それぐらいのことをしろという意味合いなんですけども、山城はできませんよと断ったに目もなく、その代わりこのまた竹中が代わりにわしが殺してきますってね、竹中があの姿に暗殺の画策を、まあ、している場面もあるんですけども、そういう決断しない場面とか、大阪戦争においても山城は全然動かないで、この手打ちのむしろ話に走ったと。それもまた匠さんなどは気に入らないんですね。で、何よりも山県がもう嫌っていたんで、もうそれだけで匠さんも一緒になって嫌っていると、そういう状況でしたね。ですから山城親分というのは極道のプライドをですね、2回にわたってまあコケにされたと言ってもいいと思いますね。私が顧問して親しく接していた鶴橋の親分こと小田秀さんなんですけども、小田秀さんもね、私にはね、あの竹中が大王取ろうが鴨田が大王取ろうがって言ったことあるんですよ。あの山城じゃなかったんですよ。やっぱり若い暴力派がいいと思ってはったよね。ただ小田秀さんの気持ちは、ひろっちゃんでやった方が、つなぎれた方が山口組が割れんで済むと。だからひろちゃんがあの移行するのにはワンポイントで入れた方がいいんだということを意見として言ってましたね。やっぱり若い暴力家がいいとは言ってましたね。自分のプライドがズタズタにされたその怒りですね、怒りと怨念、その究極の集大成として竹中の命を取るということに燃えていきました。竹中の命を取って自分の極道人生は燃え尽きるんだということですね。ですから竹中暗殺に成功して、彼は本当に終わったという感じでしたね。あのそれまでは一和会の、構想絡みのこととか、一和会の必要な経費とか山城が出してたんですけども、竹中暗殺の日以降どこへ行ったか行方が分からなくなりました。一和会の誰からも連絡取れなくなって、しばらく消息不明、次に、一和会の会合に現れるのは4月でしたね。そしてそれも、一和会の会合に現れて、からもまた分からなくなったんですけども、やる気はなくなっていましたね。立て続けに追撃して した方がいいという意見もあったけども、そういうこともする気もないし、一和会のみんなを、ね、あのリーダーシップを発揮して引っ張っていくということもありませんし、ただ風の頼りで生きていますという頼りを届けるのだけが山城さんの仕事になってしまったというような人生でしたね。でもまあ、あのコケにされたそのプライドを自分なりにヤクザとして、生き抜いたんではないかとも言えるように思います。本当に悲運悲劇の、
組長だったと思いますね。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。チャンネル登録並びにいいねボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。